久保さん今回大仁田淳さんにしましょうか大仁田淳さんがですねあの昔ね電流でねぶわってねすごいパフォーマンスやってましたけど痛そうだなみたいなでまあ,あの過激なわけですよで大仁田淳さんが素直にバットで殴られたくないと思ってたとバットで殴られることもあるとでそのそれを見てねいやバットで殴るとか殴らないとかそれはプロレスじゃないじゃないかもはや だけど、オニターズシアンはね、そうは思ってんだけども、あの、プロレスっていうのは幅広いよと。まあ、どういう視点で見るかみたいな話をしていて。うん、まあ、だから他人が、だから、ま久保さんが言う、他人はこう思うけども、まあ、俺も思ってるけども、だけど、こう考えるみたいな。思ってるけど、こう考えるよっていう、この、思ってるのと考えてるの、この、分離というか、 確かにバットで殴られたくないんだけどもでもプロレースっていうのは幅が広い方が面白いよねみたいな考え方があるっていうだからこそあの電流パフォーマンスもできただろうしだってあれやりたくてやってるわけじゃないと思うんですよ痛いでしょどう考えてもまあもうねかなり昔のあれなのでね若い子とか知らないと思いますけど僕はあのすげえなと思いましたねあの電流パフォーマンスはもう血だらけでもう すげえななみたいな、まあ、その後ね、まあ、議員さんとかにもなりましたけども今はちょっと分かんないですけど、まあ、とにかくまあすごいなって思いましたねだからまあ思,う思うことも大事なんだけど考えることも大事でその思うと考えることを別にこうやっていくっていうこともまあ一つ大事なんじゃないかなと思いますねうんだからこれはね本当に僕はうん人間っていうのは感情の生き物なんで うんその感情をどう思考でコントロールするかっていうのが結構大事かなと思いますね。感情をどのように思考でコントロールするのか、思考を感情でコントロールする、まあこの一緒なんですけど、うん、例えばなんだろうな、ネットビジネスうー、これ危ないんじゃないかという思う気持ちがあって、まあ僕も昔ね、セールスレターを見て,て、これは詐欺なんじゃないかなと思う気持ちがあるんだけども、考えるわけですよね。いや、でも、待てよと。この、ま、人生じゃこのままだと。<laughs> なんんかやらんとと <laughs> そ,うそ,うそういう危ないんじゃないか詐欺なんじゃないかこれお金払ってもこれなんかダメなんじゃないかみたいなねありましたけどそういう思う気持ちはあったけどもそこに何か考えることがあってでその考える通りに通りの道を進んだら今があるっていうもしあそこで騙されてるんじゃないか買うのやめとこうってもしなってたら今ないですね僕は。 もう僕はもう情報商材完全バイブルにも書いてありますけども僕が出版したねあの一つの教材を買ったことが僕の人生の転機なんでもしあの教材を買ってなかったら前の会社にも入ってないですし、まあ、今のないですねいってらっしゃい。